高知山総春は1936年に制作、公開された山中貞夫の映画作品である。甘酒屋で生計を立てているお波には、高太郎という弟がいるが、彼は無来に憧れ飛ばに出入りし始めていた。そんな弟を心配するお波だった。諸場台を取り立てて歩く森田や用心棒。 金子一の将はそんなお波をいじらしく思いわざと諸話題を取り立てないでいた。ある日高太郎は店に来ていた侍から小柄を盗む。露天の掛け将棋に興じていた高知山曹春は、それを見ていた高太郎の忠告からイカ様を見抜き逆に五十両をせしめる。家に帰った曹春は、弟を心配して訪ねてきたお波と出会い、高太郎を探すことを受け合う。 光太郎は、直次郎と偽名を告げていたので、宗春は気づかないまま、せしめた金で、核に繰り出すのだった。そこで光太郎は、幼馴染みの三千歳と再会する。お波のもとに小柄を返せと、侍、松前家主芸役、北村大善が詰め寄る。小柄は昔将軍家から送られたもので、それを前田よりもらい受けたものだった。大善と、窮地な一の将は、お波をかばう。 小柄はセリに出され、本物と気づかないまま大前のもとに戻る。お波のことで喧嘩となった総春と一の章だが、すぐに意気投合し、仲良く甘酒をすするのだった。森田屋に見受けされる三千歳を救うため幸太郎は、総春に助けを求めるが、総春は、不在で代わって出た上夫のおしずに冷たく断られる。身体極まった三千歳と幸太郎は受水心中を、 かかる。一の章を連れて、家に帰った早春は、おしずの嫌味に反発して、飲みに出かける。翌朝早春を訪ねたお涙が、おしずに侮辱の言葉を投げつけられる。家に戻ったお涙はそこに、孔太郎を見る。三千歳は歴史したが孔太郎は生きていたのだった。そこに、森田屋が訪れ、三千歳の身受け料三百両を弁償しろと訴える。 もし金が用意できなければ、お波に身代わりになれと言い残す。一野章は森田屋親分に、お波から三百両を受け取って来いと命令される。お波の家を訪ねた一野章はそこで、高太郎から事情と、お波が身売りしたことを聞く。一野章は、急いで早春に相談、お波を救出し自宅にかくまう。お波が勝手に身売りされたことを知った、森田屋は激怒。 お波を探し出せと配下に命じる。一之将と宗春は、お波を救うため一計を図る。その夜姉の居場所を知らない幸太郎は、森田屋を疑い差し殺す。翌日宗春は、上野の方親王の思想に化けて、松前赤宮屋敷に乗り込み、小柄に難癖をつけたい金をせしめる。家に戻った、宗春だが、お波の姿が見えない。押しずは幸太郎が、 おなみを連れて行ったというが、そこに、孝太郎が駆け込んでくる。そして、孝太郎を探しに、森田屋子分が来襲する。森田屋子分に切られたおしずは、今はの際に、おなみが、品川の遊郭に売られていったことを告げる。曹春と一の章は、森田屋子分を足止めさせるためと戦い、そして死んでいく。孝太郎は曹春から受け取った金を懐に、 お波を救うため品川に向かうのだった。現存しているフィルムは、高太郎と3000歳のラブシーンと、森田屋が3000歳を呼ぶ場面が欠落した82分版。映画、高知山総春流新ネマより、ありがとうございます。